それでは山崎流肩の柔軟をやってみたいと思います。前回寺本明日香ちゃんにやってもらったら、やったら結構痛いという YouTube で流してもらったので、どうやってやってるかを教えたいと思います。それでは行ってみましょう。せーの、行ってみよう。よし、まず肩甲骨を、しっかり外に押したいと思います。この辺はみんなよくやってると思います。で、特にやってほしいのはこの上側の方をしっかりできたらほぐしてほしいです。この下の方は結構みんな柔らかくてほぐしやすくなっているとは思うので、でもこう上の方ですね、上の方をこう特にやってほしいです。はい、じゃあ今度は、この肩甲骨の上の方を押します。押すんですが、こう肩甲骨がこっちに伸びるように、下ばっかりがこう動くんじゃなくて上がしっかり伸びるように意識したいとしてほしいと思います。でやられてる側は、力を入れないように、この肩甲骨がまず動くように肩甲骨の柔軟をしてほしいと思います。こんな感じで肩甲骨をしっかり剥がす。下の方だけじゃなくて肩甲骨のこっちの上の方が、ここが動くように意識してほしいと思います。ここが結構ミソです。これが動くようになってもらわないと、肩関節が柔らかくなりません。やっとちょっと動いてきました。はい、ちょっと動いてくるようになったので、今度は、肩の関節、肩甲骨を動かすことと肩の関節をしっかり、延長に中でしっかり動かすこと、ぜひ両方やってほしいと思います、はい、で この瞬間に彼女の場合はすごく肩が引っかかるので、まんべんなく動くように、意識してほしいと思います。
伸ばす。で、大事なのは力任せにやるんじゃなくて、本人が力を抜いて返せるように意識してほしいと思います。力入ってる証拠じゃん。今は肩の関節のところをできるだけ開くように、ストレートに押してます。斜め遠くに行くように。肩が上がらない、上がってるよ、上がってるよ、ほら上がらないように、返す。で、あまり、思い切ってぐぎゅぎゅ押してしまうと腱鎖関節のところを痛めやすいので、十分注意しながらやってあげてください。今度は少しこっちに押すようにしながら、肩を返しています。腕側を押さえるんじゃなくて、今度は肩甲骨の付け根の方、腱鎖関節のところです。入ってる、力抜いて、力を抜いて、
はい、はい、このような形で、ぜひ一度やってみてください。実は先に左をやりました。その違いを見てもらいましょう。どうですか？はい、いいでしょう。倒立してください。Thank you.